首謀者です。彼はベーダのシティをあげたい。犬がとても怖がっているのを見る。彼は初めて私たちと一緒に木に座った。これは幽霊ではなく宇宙人です。彼は幽霊のようです。私の両親はベーダのシティを捨てることを考えている。この都市は私たちのものであり、誰もそこから抜け出すことはできません。今すぐ私たちの計画を聞いてください。マシグマシグ、幽霊はここにいる。彼は宇宙人にもなれる。外国人でさえ傷ついたところで悲鳴を上げる。十分な歌い。あなたはいつもみんなを怖がらせている。私たちはあなたが偽物であることを知っています。
も皆さんも作ってください。子供を怖がらせることさえできませんか。なぜほうきを持ってここに立っているの。ボス、私たち二人とも彼を怖がらせてみました。どうしよう。ああ。怖くないなら町は戻ってくるだろう。今夜この少年の物語に終止符、今夜この少年の物語に終止符を打たなければならない。そうでなければベーダの都市で夢の都市を咲く。昨夜何があった。昨夜私はそれらの幽霊をとても発揮しました。彼らを大いに悩ませた。ペダラム教えてください。ペダラムやめて。一人の古い魔女、ホウキとサーのパンチで飛んできた。ペダラムやめて。あなたはパンチに夢中になっているようです。幽霊が馬に乗ってやってきたのはこんなことだった。そしてホウキで飛んでいる魔女に追いついた。そして幽霊が馬に乗ってきた瞬間、私は怒って彼に言いました。その小さな車線を通り抜けて怒らないで。彼は笑い始めた。彼は笑い始めたので、私は恐怖の中で彼をきつく叩きました。魔女のほうきを